の優勝者には優勝すればね。剧情可自動行路、点击这里继续剧情。ゲッ。エアパーム。天马流星拳是单体，选择单个敌人作为释放的目标。独角兽飞踢是邪物，选择任意敌人作为目标。Unicorn Jump。このジャブが胃の一番に相手になってやるぜ。アテナもお帰りになった。ああ、この俺の地上のすべてのセイントが召集を受けてサンクチュアリを守っている。初戦突破をめしゅでも。シリューは今日。提升等级是变强的最快方式，前往升级的入口在这里。让我教你如何快速提升等级。なんだか強っ。シリュー、名声やご老報でろ。急いで。シリュー。お前の決意は分かったぜ。俺たち。任せとけ。必ずやお嬢様のご期待に応えてみせます。ここにいる奴らは全員この世の地獄を見て。仕方あるまい。無礼を土下座してお詫びしな。お嬢様、ユニコーンのジャブ、ただいま戻りました。いいぜ。狼群之簇是增益技能，可增益技能点击即将解除释放。行くぜ。ズリャッ。なら、シリュウが教えてくれた。捨て身になって初めて人は自分の全力を出し切ることができる。奇跡だって起こせるんだってな。シリュウ、お前の弱点は竜の拳じゃなく戦いの最中に揺れる心だったな。完成第一章剧情了，让我们来领取任务奖励吧。共に戦おう。邪悪を倒すために。升级的入口在这里，让我们把子龙的等级也提升一下。セイヤ、あ、マリン、話せばな。想要了解星矢和子龙番外剧情，是主线剧情的补充和回顾，并有大量的任务奖励。
差し押せ。お嬢様、このアテナと勝利のために今こそ真の強さを見せてやる。コスモよ、限界を超えろ。お嬢様、この俺が必ずお守り。お嬢様に指一本でも触れたら命はないぞ。子龙加入队伍了，进入备战，已经获得的斗士，斗士有速度这个属性，并且拖动卡牌，将子龙布置上阵。因为子龙的速度排在第二，学会了速度的概念和布阵的方法。接下来，让我们前往战斗吧。星矢和子龙，让我们试试触发子龙与星矢的协战。俺に任せとけ。どうだ、ほら、ユニコーンの究極見せてやる。いいぜ、車に構えつけてみよう。命はいらぬ、しかしお前を倒す。收集箱。必ずやお嬢様、心のコスモを燃やせ。お嬢様に指一本でも触れたら命はない。この俺のスピードについてこれるかな。任せろ、今こそ真の強さを見せてやる。必ずやお嬢様のご期待に応えて。あいにくと諦めが悪いのがたまに傷でね。お嬢様、ユニアテナと言ったはずだ。全ては友情のため。俺たちは夢。お嬢様に指一本。お嬢様、この俺が必ずお守りしてみせる。カシオス、でかい口を叩く。收集。お嬢様、見ていてください。くらえ、需要能量点才能使用技能，技能会消耗能量点，能量点的消耗能量点，释放子龙的技能吧。敌人已经残血。我来你任せとけ。どうだ。将刚刚新势力。心のコスモ、奇跡を起こせ。ユニコーンキック。おいおい、大丈夫かよ。見当違いをしてもらっちゃ困る。痛めつけて負けて一つ。カシオス、さあ無礼を土下座して終わりしな。いいぜ、受けてみてどうだ。
に任せとけ。どうだ、行くぜ。これでも食らいな。いいぜ。くらえ。ロザン昇竜派、行くぜ。ペガサス流星拳。いいぜ。いざ出てくる。これだ、受けてみろ。ディアー、くらえ。見えたぜ、ユニコーンギャロップ。くらえ、受けてみよう。いくぜ。猛烈竜よ、天高く。俺に任せとけ。どうだ、ほら、おりゃ。このジャブが胃の一番に相手になってやるぜ。何、ここ。セイヤ、你已经熟练地掌握战斗了，介绍些朋友给你。是呀，人がサンクチュア。圣域小镇是当年星矢修行的地方，还有许多其他的斗士在此修行，和我一起去看看吧。究極のコスモの正体はセブンセンシズなのです。町は千暇な時は。嘿，有志同道合的好友，在这里可以添加，快添加一个好友试试。暇な時は、ま。银河擂台赛上。恐ろしいほどのコスモを感じたが、気のせいか。大会が始まった時からずっとこの異様な寒気を感じる。セイヤも感じた、あの敵意に満ちた気配を。ああ、ジュン君素敵、なんて美しいの。とても男の人とは思えない。セイヤ、確かめたい。うん、つまり1ゴールド。僕は兄さんを任せろ。俺はいつだって俺の意志で戦っている。俺はもう、ま、この俺のスピード任せろ。しか俺はいつさ無礼を土下座して終わり。ドラゴンシ、ここにいるやつ、君はコスモを感じ。俺はもう迷わない。せいや、どうし、一、こ、いいぜ。受けてみろ。食らった。これだ。猛烈竜よ、天高く。俺に任せとけ。どうだ。見えたぜ、うおりゃ。いいぜ、受けてみろ。バイト、桃で自由よ、行くぜ。天高く、行くぜ。はあ、
大丈夫かよ。いざ参る。俺に任せとけ。命はいらぬ。しかしお前を倒す。くそ。希望を失わなき。しゅ。いや。氷河。挨拶。俺は教皇の。お嬢様に指一本でも触れたら命はないぞ。カリソー、これだ。心のコスモよ、奇跡を起こせ。見えたぜ、ユニコーンギャロップ。受けよ、この氷河の怒りを。くれ、受けてみろ。これだ。かかった。受けてみろ。ほら、おりゃ。てめえらの思い通りにはいかせねえ。明らかに僕の方が優先。永久瞬。ありがとう。デスクイーンと。氷河待って。チェーンが僕に何かを教えようとしている。チェーンが人んでに動き出した。まるで生き物のように。 AXI アクシアとはギリシャ語で価値あるもの。ゴールドクロスのことか。チェーンが指す方向にゴールドクロスが。ブラックセイントだ。アテナからも見放され、悪魔に魂を売った暗黒のセイント。